皆さんに質問なんですが、ヒーロー殺し編だけではなく、今までの話の中で、収録時やオンエアを見て心を動かされ泣いてしまったシーンありますかとのことです。いや、なんか毎回あるかな。いや、そうなんだよな。一つにこれ絞れないっていうのが、まず問題なんですけど。全部ですね。いや、その通りですね。ほんとそうだね。全部。なんでそんな嫌らしい顔してわかるでもほんとそう。ほんとそうね。さすがですよ。ほんとプロデューサーさん、さすがだな。いや、おい、コるな、おい。コビ来るじゃないよ。今日隣にいるから、そんなこと <laughs> 今日なぜか分かんないけどねでも俺泣いちゃったのはやっぱり一、二話ですね一気のあっあそこまで遡ってんすげえいやもうだってもう、まあ、僕原作の時からそこら辺の話が一番好きなんですけど一番、うん、泣いたのが「あの君はヒーローになれる」って言われた時のデク一緒<ー>うんそこねそこ いやでも、確かに、なんだろうな。あの、あそこの1話、2話ってなんだろう。こう、原作で読んでる以上の、なんか、原作もすっげえ、あそこ、ものすごい来たけど、アニメでなんか、より、なんだろうな。こう、ちゃんと時間を、もっともっといろいろ費やして、なんかこう、描き,き切ったところあったじゃないですか。だからなんだろうな。原作とはまた違った感動があったというか。確かにね。